31日、日本時間9月1日、ダイヤモンドバックス6、8ドジャース、フェニックス、ドジャースの大谷翔平選手は1番、指名打者で先発出場し、44号先頭打者本塁打を含む5打数1安打2打点。今季98打点とし、この日打点のなかったオズナ、ブレーブスに並び、ナ・リーグトップに立った。本塁打、打点の2冠に返り咲いた。 8月31日終了時点で、本塁打は2位オズナに7本差しをつけて独走状態。52本塁打、116打点ペースで、共に2021年にマークした46本塁打、100打点の自己最多を超す計算だ。打率2割9部3輪、529打数155安打、は、リーグ5位。同3割9輪でトップのアラエス、パドレス、ラオを追いかける格好。 8月は2割3分5厘と月別では今季最低だっただけに、三冠王を獲得のためには打率を伸ばせるか注目される。なお、107得点はリーグトップで、43盗塁はデラクルズ、レッツについで2位。この日盗塁はなかったが、51盗塁ペースで史上初の、50本塁打、50盗塁を射程圏に捉えている。チームは12年連続のポストシーズン進出へ、 リーグ西地区首位をキープ。残り26戦、大谷はどれだけ数字を伸ばすか。